灰原さんですよね。灰原花子です。お待たせしてしまって。はじめまして、青木光一郎です。光一郎っていうのは生まれた時からこう用意をされてる。で、しかもそれが本当一流なもの、触れ合うものがで一流と呼ばれる人だったり、自分のなんか用意されたものに対してなんか葛藤を持っている人間なのかなと思いますね。こうあまり感じたことないドキドキを感じるっていうか、そういうのが多かったです。花子と美希との前の光一郎っていうのはやっぱ違うんで、もうその話7回した。気持ちが入っているようで入んなかったりとか、なんかすごい空っぽで気持ち込めてる時とか、そういうのはなんか自分の中であって、自分がやってみたいなって思うことだったり、この役でやんなきゃいけないのかなと思うことがなんかちょっとこう一致したっていうか、なんかこの台本で自分が光一郎って役を与えられた時に、光一郎って役でもしかしたら試せるんじゃないかなってすごい思いました。コーラさんが小一郎やることによって、小一郎もなんかさ、どこかチャーミングな人がコーラさんがやったからこそな、そう思う、辛いやつだけじゃないないっていうね。今そう言ってしまえばもう一回自分の役やりたいなっていうのはあるっすね。来月お見合いするの。あなたもう27でしょ。焦ることないよ。みんな落下さん舞台みたいな次々結婚してくけど。灰原さんですよね。待ってよ、大学辞めろってこと。女なんやから料理くらいせんまい。もういいわ、自分で何とかするから。田舎から出てきて搾取されまくって、もう私たちって東京の養分だよね。花子にはさ、夢なんかあるの？美希さん、あの子との出会いが自由な場所へと背中を押してくれた。こういう景色初めて見ました。ずっと東京で生きてきたのに。あの子は貴族。